と日本一周中山配信を開始しました。さゆまるさん、おか。ただいま。たこ焼きが食べたいです。私、たこ焼きが食べたいでございます。きっと次の道の駅にはあると思いますので、買いたいと思います。さゆまるさん、もうすぐ海楽しみ。コチョはホノタンのこと下に見てるよわら。マジでかわいそうにホノタン。ホノタンかわいそうに。さゆまるさん、みーたん、こんちゃ。155円。まあ147円だと安かったね。あ、ファミリーマートか、なんかかっけえ。赤タンさん、ポンポンを3個プレゼントしました。ポンポンありがとう。今のファミリーマートかっこよかったのなんですか。さゆまるさん、ポンポンナイス。マキタンさん、マサ、マサタン、ありがとう。さゆまるさん、リスト作ってるからさ、ついたらついた言ってちょ。あ、わかった。はい。アスタリスクプラスアイバミータンさん、さゆまるちゃん、こんにちは。うん。アスタリスクプラスアイバミータンさん、なんか雨マークが晴れてるわら。ここは何なんだ。さゆまるさん、ポンポンお願いします。兵庫新宮愛宵白龍城密水曜日三木北播磨エコミュージアム山田錦発祥の町高杉原市の里高水曜日。さゆまるさん、間に合わなかった。杉原よ。
浜のたこ焼きのとこを買えばよかった。さゆまるさんわら、思わずブレーキを踏んでしまった。あるか道の駅に。さゆまるさん、たこ焼きいいね。明石焼きだっけ。明石焼きとたこ焼きは違うよ。明石焼きはどちらかと言ったら、なんて言ったらいいんだろう、卵焼きみたいな、たこ焼きみたいな、そんな感じのものをだしにつけて食べるんですよね。さゆまるさん、へい、学生的なユニッチさん、おはようございます。おはようございます。さゆまるさん、ポンポンナイス、ありがとうございます。で、あとたこ焼きでもね、あのね、結構ね、中のスープをね、貴重としてるところはね、あのソースをかけてはよこさないソースない方が美味しいから、すんげえ熱いんだよ。ハフ、口の中で1個パッコッと入れてハフハフしながら。学生サブウニク、3たこ焼きを3個プレゼントしました。たこ焼きありがとうございます。さゆまるさん、ナイス。うめえんだ、本当にうめえところがあったんだけど、どこだかを忘れて、もうまた行ってみたんだけどな。あの大阪万博だったっけ、やな。会場のところで行った時に、俺あれ何歳ぐらいの時だっけな、30なってたかな、アンダーバーヒゲでござるさん、松さん、若いわら。30ぐらいの時だったかな、あの氷彫刻をやりに行ったんだよね、あそこで、もうちょい行ってたかな、35ぐらいまで行ったかな、どうだったかな。思い出せない。学生サブウニック、3ポンポンを3個プレゼントしました。ありがとうございます。さゆまるさん、ナイス。暑い。
てしん着いたよ、新宮に着きましたよ。さゆまるさんへ。さゆまるさん道の駅新宮に到着。旧スタンプ物産館。スタンプは物産館か。物産館っていうのはあれか、あれのことか。さゆまるさんポンポンお願いします。兵庫相生白龍城密水曜日三木北播磨エコミュージアム、山田錦発祥の町高、杉原氏の里高、水曜日青垣火曜日丹波おばあちゃんの里、松アット日本一周中さんポンポンお願いします。兵庫相生白龍城密水曜日三木北播磨エコミュージアム、山田錦発祥の町高、杉原氏の里高、水曜日青垣火曜日丹波おばあちゃんの里。ん、ここなんだっけ。新宮、学生的なユニッチさんポンポンお願いします。兵庫相生白龍城密水曜日三木北播磨エコミュージアム、山田錦発祥の町高、杉原氏の里高、水曜日青垣火曜日丹波おばあちゃんの里。さゆまるさん新宮旧、さゆまるさん応援花火ナイス、美佐さん応援花火ナイスナイス、ありがとう。よし、あそこにある新宮をピンポイントでズームで撮ってやる。
よいしょ。残念ながら、さゆまるさん大岡、たこ焼きはなさそうだったんで、危ないって、打ち切るって。さゆまるさん、たこ焼きなかったか。うん、怖いなこいつ。なんてことをするんだ。よし、次だ。さゆまるさん、次はあいおい白竜城35分、スタンプ9時20時9時から17時半、国道側中央入り口温泉入ってすぐ左側、駐車場が東西に分かれてて少し歩く中間にあり温泉あり、0791-23-5995-24。さゆまるさん、わけわかめな文章なっちゃったな。079123。おやじアンダーバーひげでござるさん、今どのあたりなんです。さゆまるさん、なんで2つ時間あるんだっけな、わら。目的地を設定しました。時短じゃないのかな、これ。今兵庫だよ、兵庫。戻るんだったらあのたこ焼き食べれたのにな。ちくしょう。残念で仕方ない。さっきのたこ焼き屋さん。おやじアンダーバーひげでござるさん、たこ焼きじゅるり。さゆまるさん、なんで時間2つあるのかがわからん、わらわら。多分時短かなんかのか、もしくは2箇所ある。匿名応援団長さん、ポンポンを3個プレゼントしました。ありがとうございます。さゆまるさん、ポンポンナイス。右側が天気いいんだね、これ。
丸三区時二十字が正しかった。八角亭。八角亭。読むらしい。ベーロン城っていうの？ベーロン城。ベーロン城ってなんだろう。さゆまるさん、こん電話したらベーロン城です言われた。うん。ベーロン城です。説明かけないかも。しました。ありがとう。新宮が今終わって、愛を言ってた。愛を言ってみつか。愛を言ってみつが。さゆまるさん、としちゃん、ナイスおはよう。みつが思いっきり海だね。さゆまるさん、愛を言のつが海。うん。としちゃんさん、ペーロンって停車みたい。ペーロン、ペーロン、ペロンペロン、ペロンペロンっていうことなのかな。さゆまるさん、コメント。さゆまるさん、キエム。ペロン。こや売ってねえかな。どとしちゃんさん、運転頑張ってね。はい、ありがとうございます。たこ焼き売ってねえかな、どっかで。
ザウーム。さゆまるさん、ルートが無料ルートが出ない、困ったな。何それ、無料ルートって。また高速上なのか。さゆまるさん、なるほど、橋が有料なんかも。橋が有料、どこの橋のこと言ってんだ。さゆまるさん、淡路。ああ、淡路ね。確か淡路は有料だったかもしれない。さゆまるさん、有料なんだわ。閉まってしまう時間だよな。たこ焼きは結局食べれないで終わんのかな。さゆまるさん、道の駅淡路楽しみだな。いなけりゃいいけどな。さゆまるさん、別に道の駅は楽しみじゃないけど島だからすごく楽しみ。そう、そっちか、そっちだね。さゆまるさん、淡路島好きなんだ。さゆ、さゆまるさん、橋で行ける島だから住みやすそうだなって。なるほど、そうだね。さゆまるさん、いつも見てるわら。
さゆまるさん、ただ淡路はナビが大変でめっちゃ道の駅の人や観光協会に聞いた。ナビが大変？匿名応援団長さん、ポンポンを3個プレゼントしました。ありがとう。さゆまるさん、電話番号が道の駅になってなくて。あ、さゆまるさん、ポンポンナイス。なるほどね。ナビは住所で入れた方がいいぞ。さゆまるさん、いろいろ聞きまくってかなり電話した。ありがとう。さゆまるさんで電話番号を突き止めた。突き止めてんだ、すごいね。それが出るんだ。そこの場所の電話番号を教えてほしい。ぜひそれは伝説のたこ焼き。さゆまるさん、電話番号がなくて中の店の番号にたどり着いたの。なるほどね。伝説のたこ焼き屋さんやってなかったね、今ね。さゆまるさん、道の駅と観光協会がいろいろ調べてくれた。うん、これたこ焼きやってるよね、これね。絶対これたこ焼きやってるよね。ルート300メートル先、右斜め方向です。ちょっとたこ焼き買ってくるわ。さゆまるさん、タコみたいな顔して。匿名応援団長さん、ポンポンを3個プレゼントしました。ピサさん、行くの早いな。さゆまるさん、250円安いな。さゆまるさん、ポンポンナイス。ピサさん、わらわらわら。ピサさん、ポンポンナイス。匿名応援団長さん、10倍。さゆまるさん、10倍ナイス。ピサさん、10倍ナイス。10倍ナイス。さゆまるさん、放課。たこ焼きいただきました。買わしていただきました。6個250円。
あ、うまそう。めっちゃいい匂いしてんだけど。はい。ミサさんソースたっぷりだね。うん。さゆまるさんも携帯をぶん投げたいです。さゆまるさん、兵庫多いし四国も多い、無理。うん。暑い。ミサさん、ハフハフ。めっちゃ暑い。暑いけどうまい。めっちゃうまいな。しっかりタコ入ってるし。さゆまるさん、定期、全国の道の駅を回りながら日本列島を縦断中です。ただいま配信応援ランキング参加中、無料&有料アイテムで応援お願いいたします。コメントもどんどんよろしくお願いします。ミサさん、定期ナイス。コート、バックコートアスタリスク。ありがとうございます。匿名応援団長さん、ポンポンを3個プレゼントしました。うん。さゆまるさん、ポンポンナイス。あ、ありがとう。暑い。やけどしそう。を食べてます。
ごちそうさま。よし、頑張れるぞ。これで俺は頑張れるぞ。あれ、どっかどう来たんだっけな。左側から来たような気したな。いい、多い、あったあった。またうまい。
り行く道の駅にさ。さゆまるさん、ラベンダーの香りを放出する自販機があるってさわら。なんじゃそれ。さゆまるさん、押すと強烈な香りが出るらしい。さゆまるさん、気になる W やってみたい。やってみたいのね。明日のご飯はホルニーのところで食うか。したら、さゆまるさん、明日はとつか。うん、なんて言ってたっけな。電話番号聞いとけばいいのか。電話番号はどちらも調べてある。 ありがとう。どっちか分かってないあったらどうしようもないもんな。離れてんでしょ、だって、うん、近くにあるわけないもんね、2軒ね。
丸さん割と近い。そうなの。最近左右の近いもあれだからな、な10キロでも近いって最近思うようになっちゃったからな。怖いよ。さゆまるさん、西脇店と西脇野村店。あ、西脇は西脇なんだ。その左右の誓いは当てにならないみたいな。そんなことは言ってないよ。こんなことは言ってないでしょ。最近は結構近場、結構離れてっかなと思うけど、近いとかっていうから10キロがやたらと近く感じている。今日この頃みたいな、なかったっけ。ねえか。さゆまるさん、ムカついたから調べた。 2.4キロ7分。 2.4 キロしか離れてないの。近っ。そんな近くなんだ。さゆまるさん、地形だろクソが。500m先、それは近いでございますな。うんと、300m先。それは失礼いたしました。うん、どれやろ、どれなんだ、どれだ。どれが道の駅なんだ。まもなく読み方。なんだっけ、 C なんだか。さゆまるさん、ペーロン城だ。ペーロン城。さゆまるさん、道の駅あいおいペーロン城に到着。24国道側中央入り口、温泉入ってすぐ左側。よいしょ。興味あるでしょ。見てくるか。
ちょっと待って。どこにあるんだろうね。あの中かな。温泉の左側、温泉の左側はここじゃねえんだ。じゃあ温泉国道から正面入り口ってあれか、正面入り口から行かないと。そういうことだね。なんか作りがすごいね。作りがひどいね。終了しました。駅そば、作りがなんか作りが粉だよ。シェイロン城、シェイロンか、シェイロン城、シェイロンっていうのね。ベイロン城か。そうだね。豚キムチお好み焼き食べたような気がする。誰もやってない。誰もない。
海の駅だ。すげえ、これがオールなんだね。ペーロン祭、ペーロン。うん。うまいもん市ってうまいの。かまぼこ、なんか生こみ、かき巻き、かんぱい。だってさ、公園もあんだね、さっきね。ここ、あ、ここも結構なんだかんだ言って遊んでられるかもしれないよ。よし。よし。よし。オッケー。さゆまるさん、次はみつみつ20分。スタンプ9時18時。水曜定休、海沿い、海風キッチンのピザが人気。海の幸が豊富で、牡蠣が美味しい。波打ち際まで降りれる、079-322-8529。うん。暑い。さゆまるさんというか、うん、さゆまるさん次で休憩したら、うん、さゆまるさんその次1時間かかるし、うん、見てみる。目的地を設定しました。いや、隣の車が行くんなら行ってほしいんだけど。行かないのかよ、下。いや。匿名応援団長さん、ポンポンを3個プレゼントしました。はい、ありがとう。さゆまるさんポンポンナイス。ピサさんポンポンナイス。交通規制に従って運転してください。なおさん匿名で投げてみたわら。うん、なおちゃん、ありがとう。さゆまるさん、なおちゃん、おはよう。おは
匿名応援団長さんポンポンを3個プレゼントしました。匿名応援団長さんポンポンを3個プレゼントしました。さゆまるさんポンポンナイス。なおさんさゆちゃんおはよ。なおさん天気いいね。天気みささんポンポンナイス。よいしょ。ごめんさん、ありがとう。なおさん、朝方、雨音で目覚めた。うるさかった、そんなに。こっちはそうでもなかったよ。こっちはそうでもなかった。そうなバイク行きたくてしょうがねえだろうな。3-0-4-6-2 の K の運転手さん、あなたが一番がです。何ですかこの人は。さゆまるさん危な。30キロだから。さゆまるさんもう免許返したらいいのに。うん、やめてくんないかな。よそ見すんのやめてくんないかな。やめてくんないかな。さゆまるさんわら。危ないからやめてくんないかな。さゆまるさんぷーわら。いや、よそ見してんだもん。危なくてしょうがないでしょ。対向車切ったら絶対ぶつかってるでしょ、ね。さゆまるさんマジ危ねえな。止まれよお前そこでよ。邪魔くせえから。なおさん危な。さゆまるさんさゆならひたすらクラクション鳴らしてしまうわら。市内全域40キロらしいですよ。海が気になって仕方なかったんかな。さゆまるさん危なわら。半端なく危ないね。さゆまるさんウインカー上げなかったよね今。うん、上げないし結局後ろについたんだけど。叫んだこの野郎って感じ。さゆまるさん
煽り返されたら草。うん。そんな運転技術を持ち合わせた人があんな蛇行運転しますか？年寄りのマークついてたら車間開けちゃう。
ープ。スーパーワープ。なおさんわら。ワープした？買い物行くのだるすぎるな。次のとこでお昼はさっきのたこ焼きか。さゆまるさん疲れた。疲れた？5キロ。このイベントでエナドリ使えなくなったの。わからない。ないみたいね。ないみたいよ。
位置で止まってんな、あいつ。道の駅密に到着。29スタンプ館内受付。うん、さゆまるさん混んでるな。混んでるね。なおさん到着。到着。土曜日だからかな。さゆまるさんシルバーウィークだからな。ああ、どこに密ってかある。日本遺産の港密、あれそうか。密ってひらがなじゃねえんだ、漢字なんだ。なおさん連休か。
郎さん兵庫県なんだね。さゆまるさんそそ。直山道の駅のホームページが豪華だった。さゆまるさん、うんうん、わらわら。なおさん、さゆちゃん、二日酔いならなかった。あら。
さゆまるさん全然わら。さゆまるさんあれからさらに飲んだわら。なおさんまじ www.なおさん最高。さゆまるさん、なおちゃん、明日行く道の駅の。さゆまるさん、神戸フルーツフラワーパーク大沢調べてみ。さゆまるさん、行きたくなるから笑。なおさん、フルーツフラワーパークは行ったことあるー。さゆまるさん、マジか笑。さゆまるさん、めっちゃかわいい道の駅。なおさん、ゴンドラあるよね。さゆまるさん、遊園地あるとか書いてあった観覧車とか。なおさん、しかし、フルーツは当時売ってなかったわら。さゆまるさん、マジカン W、秋から冬はイルミネーションあるみたい。ただいま。混んでるんだけど。海見たいしょ。さゆまるさん、行ってみたい。さゆまるさん、王家。海見たいしょ。なおさん、王家。行ってくるか。海の方は大丈夫かもしれない。こんなのあってるよ。これは何なの？
ああこれ。うん。牛肉がつくと3000円で、牛肉がなければ2200円。すごいね。ね。期待。金、いつもの金、水の入ってない得意の金、焼けばいけるんじゃない、焼けば。はい、一人で鳴らせば笑顔になれ、なれる。二人で鳴らせば仲良くなれ。みんなで鳴らせば幸せになる。だって。うん。鳴らさないとダメなのこれ。よいしょ。はい、笑顔になりました。以上。よし。なったなった。ニコニコした。よし。そんなことないよ、そんなことないよ。この黒いのは何なんだろう。いたたた、石入っ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 た。あ、石入ってる、石入ってる。これ何なの、この黒いのね。黒い石なのか、これ何かもしれないけど。これは石なのかな。なんでこんな黒いんだろうね。ねえ、蜜。またどうせぬるい鍋な、これな。ちょっとぬるいぞ。ぬる。あ、そこそこ冷たいわ。そこそこ冷たいわ。うん。めっちゃ綺麗だね。なんか兵庫。ついに兵庫進出か。気持ちいい。魚跳ねてんだけど、あそこ魚が跳ねてる。ちょっと写真撮るか。
風が気持ちいい。さあ、アナゴ弁当でも食べようかな。濃いけど、よいしょ。海水浴できるのか、一応ね。休憩いたしましょうか、あ、今何分？うん。はい。休憩です。日陰をちょっと休憩するで。日陰に行って休憩するで。お父ちゃんありがとう。じゃあね。暑い。特別特別だ、ありがとう。よし。プレゼントしました。私はここの名物らしいテイクアウトのアナゴ弁当を食べます。なおさんお父、ありがとう。さゆまるさんナイス、ナイス。みささんお父、お父。この後どうするかね、どっちみちこの日陰に移動したいね、どっちにしてもね。